6.5ガロンガラス製カーボイ。ビールの発酵容器として使われている。上部についているのは発酵線。ブルガリアのデミジョン。カーボイもしくはカルボイとは通常は容量が20から60リットル程度の硬質容器である。デミジョンとも呼ばれる。カーボイは水や化学薬品などの液体の運搬に用いられる。また家庭内でビールや ワインなどの発酵飲料を醸造する際に使われる。カーボイの語源はペルシア語で、大きな瓶を意味するコラボと言われている。デミジョンは、正式には大きな本体と小さな首を持ち、編んエ枝で覆われたガラス容器全般を指す古い言葉であり、ペルシアの町ダアームガンの名に由来するとされているが、歴史的証拠はない。オックスフォード英語辞典によれば、デミジョンの語源はフランス語で、 ジェーン夫人を意味するデームジャンヌとしている。この仮説は、現在知られている史実、すなわち、デミジョンという単語が17世紀のフランスで初めて使われ、それ以前にはどこでも使われた形跡がないことと一致している。イギリスにおいては、デミジョンは4.5リットルの醸造用、ガラス容器を指す。ワイン、蜂蜜酒、ビールなどの醸造において、ガラスやプラスチック製のカーボイが、 発酵容器として用いられる。通常、発酵過程に雑菌や酸素の侵入を防ぐため、ゴムの線と発酵線が付けられている。過程での醸造では、カーボイでの一時発酵終了後、二次発酵など次の工程のために別のカーボイや瓶に移し替えられる。この工程を通常、折り引きと呼ぶ。実験室では生成水の運搬にポリプロピレン製のカーボイが使われる。 多くの場合上から水を満たし、株についている蛇口から取り出して使用する。現代の実験室では、カーボイは通常プラスチック製である。伝統的には、そして未だに、多くの大学においては、古いプラスチックの素性にありがちな、酸による腐食やハロゲン化物による着色を避けるため、鉄分を含んだ有色ガラスもしくは防波性、ガラス製のカーボイが使われてきた。 実験室で都度使用する溶媒、生成水,水などの保管に蛇口付きのカーボイが使われる。また、廃液の回収や保管にもカーボイが使われる。もしも誤った表示がされた、カーボイに廃液が入れられた場合破損の可能性が低いので、褐色ガラス試薬瓶を再利用するよりも、プラスチック製カーボイを使用することが好ましい。 hulmuseumscollectionhulcc.gov, l l u k h ッ、um、t o コ o n p o a n b e s R-Filippine イ a i l y i n ー u i r e t n ページ十三ありがとうございます。